リップルが今後過去に6000倍到達した同時と同じ価格動向に、ここから170倍価格が急騰するシナリオを共有します。僕の公式 LINE ではリップルの急騰を逃さないための最新情報を最速で共有しています。今後の動きを見逃したくないあなたは、まずは概要欄から公式 LINE を必ず追加いただき、そちらに170倍とメッセージをお送りください。はい、どうも、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。送り人生産機の匠です。今回の動画ではリップルの今後の価格急騰に関わる最新情報を解説していきます。リップルといえば SEC の訴訟に勝訴した際の上昇以降、目立った動きがありませんよね。しかしついにそういった状況に大きく変化がありそうです。最後までご覧いただければ今後のリップルの運用方法も明確となってきますので、必ず最後までご覧ください。本編に入る前にお知らせが1点あります。現在人口のプレセールが引き続き開催中です。本来の販売枠である1億2000万円ほどは1時間で完売してしまいましたが、参加者が驚異的に多く、今回もエラーが発生してしまったため、販売枠の増枠と不労所得を狙うために必須である INFT の追加がされました。これによってまだまだ参入が可能です。しかしこれまでの人気ぶりを加味するといつ終わってしまってもおかしくないので、参入を考えている場合はすぐに参入することを強くお勧めします。そして現在僕の公式 LINE では人口プレセールの参加準備から実際の参加まで個別サポートを実施しています。エラーなども一人一人の状況を把握しながら解決していますので、個別でのサポートをご希望の方は概要欄から僕の公式 LINE を追加いただき、そちらに人口とメッセージをお送りください。はい、それでは本編に入ります。でまず今回解説していく情報が載った記事が今画面に映っているこちらですね。でこの記事の見出しが、リップルは同時と同じ傾向をたどる、1万 7000% 爆発する可能性はあるのかといった内容になってます。でこちら中身を抜粋して読んでいくんですが、まずこのリップルキャプテンという名前で知られる仮想通貨トレーダー兼アナリストは、昨日の X の投稿でリップルの価格が間もなく1万 7000% 爆発する可能性があると予測した。アナリストはリップルの価格が2020年、つまりミームコインの価格が急騰した時期の同時コインと同様の値動きを示しているという事実に基づいて予測を立てた。この強気の勢いが続けばリップル、この価格は間もなく 0.5670 ドルの抵抗水準を超える可能性がある。その後も買い圧が続くと、リップルはアルトコインの日足チャートの次の基準となる 0.6390 ドルまで上昇する可能性があるといった内容になっているんですが、こちら要約するとですね、リップルキャプテンという仮想通貨トレーダー兼アナリスト、よくリップルの情報について精力的に上げているインフルエンサーの方が、このリップルの価格が間もなく 1万 7000% 爆発する可能性があると言及しているんですね。なので今の価格から170倍価格が上昇するという意味合いになってきます。そしてそんなリップルは今2020年に爆上げした同時と同様の値動きをしているという理由で、こういった確信を持っているようです。でちょうどですね、その該当するリップルのチャートも載っているので、そちらを見ていくんですが、まずですねこちら直近のチャートなんですが、4本ですね、青い横線が引かれていると思います。でこれが今の価格の抵抗帯となっているようで、なのでこの線がですね、リップルの価格が上昇するのに妨げになっているということなんですね。しかし今の勢いのままこの抵抗帯を抜けていくことができれば、そのまま大きく価格が上がっていって、過去の同時コインのように価格が急騰していくといった見方をしているようです。しかしこの記事には逆のシナリオについても言及されています。でそこも読んでいくんですが、逆にリップルが次の48時間以内に0.5165 ドルのサポートレベルを下回って日足のローソク足を閉じると、強気の理論が無効になる可能性があります。はい、なのでつまり逆にこの抵抗帯、画像でいうと下から2本目、この線ですね、ここを下に抜けてしまった場合、かなりの下火となる可能性があるということなんですね。なのでリップルは今最高値更新か、もしくはさらなる下落か、この分岐点にいるということになります。ここからリップルで利益を狙うか、一時的に手締まいをするか、直近の動きが重要となります。
そこで僕の公式 LINE ではリップルの急騰を逃さないための最新情報を最速で共有していきます。こちらの情報を逃した場合、大きな機会損失もしくは大きな損失へとつながる可能性が非常に高いです。今後の動きを見逃したくないあなたは、まずは概要欄から公式 LINE を必ず追加いただき、そちらに170倍とメッセージを送りください。そして最後になりますが、もしこの動画役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ動画の高評価とコメントもしていただけると励みになります。それでは今回の動画はこちらで以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。